皆さんこんにちは、ロックタケです。今回新しいのゲームやってます。実はこれは以前のゲームですよあ、まあね、はい、今回やってのゲームはオロチ武装セット。武装オロチセット、はいはいはい、まあね、まあね、はい、とりあえず設定します。はい、皆さんこんにちは、うん、もうすぐ忘れたよの超支流マイル。これいいの、この音楽皆さん覚えですか。はい、まずストーリーモード、はい、今回は全国の方、あのストーリーやってます。はい、では行くぞ。出陣。世界のすべてを蹂躙した。時空を歪め、三国志の時代と戦国の世をめちゃくちゃに合体させた新世界を作り上げた。そしてあらゆる勢力に挑み、すべてを打ち破った。それでも魔王は戦を終わらせなかった。まるで己を打ち破る強者が現れるのを待つように、その魔王の名はオロチといった。今一人の魔王がそれを見ていた。彼はオロチに抗う者をまとめ、挑み打ち破ってやろうと決意した。今一人の魔王の名を織田信長と言った。ほう、はいよはいよ、はいよ、はい、今回の条件は、はい、消費死亡。自分敗北条件は信孝王女官兵、はい、いただきます。はいはい、私あそうだから何もないよ、ギルない、はい、では始まる。ゴーン
まりて、オロチ魔王と呼ばれし。諸君のみんなの仇を取らねば。私は敵が薄いと思うんですよ。え、水ない。それにしても、先ほどの人は誰だったんだ。観念なさい。観念なさい。常用場は風船の灯し。彼らが吸い、信長が拾ってやろう。観念なさい。観念なさい。やや遠くなるが敵の少ない中央を行く。敵を避け。東へ大きく歌い観念なさい観念なさい敵に援軍か我らは新手に当たる常用城の攻撃はいつなりにお任せいたす観念じゃ我が力存分に味わうがいい観念なさい援軍時間となってオロチ軍を突き崩すのですせいぜいあがくがいい敵将討ち取りましたさすがなる小活躍開幕だいざ尋常に勝負、うんうん、守りはあの老将にしてもすぐに話せそう乱を呼ぶ魔王だ乱を圧する魔王自分が戦の鬼となるのだ乱を圧する魔王のため面白い来い明智光秀ナイフオロチの出先へ遠いよ足が相手したべ敵が来る気をつけや敵将信長が召した鮮やかなお手並み高い方我が刃の前には紙切れ当然ですこんなところで果てるものか皆の者、官兵を討ち取り、しまった罠だったか帝都は誤釈だ急に今は動けねえこの地方は守られませんコンペ無事で撤退します後を頼みました敵将信長が召したさすがなる小活躍敵の囲みを崩し、たやすおお、信長かっこいい信長様かっこいい、あと道で太陽を助けて、皆さん、ダメだここで引き当てろ負けられやいざ勝負観念なさいお見事でございます観念じゃ あなたはあの時の要は織田信長頼みます我らと共に戦ってください観念なさいそのために観念なさいティアティア観念なさいもうあれば負ける必要もある敵将討ち取りましたお見事でございますせいぜいあがくがいいお任せ敵将討ち取ったれさすがなる小活躍
に勝手はさせるわ。
々と援軍を。こっち援軍いらん。では世話になりました。拙者は寛平と申します。生き抜く覚悟はできておろうな。はい。わ
私は好感謝、以後よろしく頼む。むしろよく見ると曹操に似とるのは曹操。ああ、なんせの勧誘とは呼ばれる男じゃ。いでたちといい雰囲気といいそっくりや。曹操は死んだとされているが、本能寺とかいう場所で四つを見た者もいるらしい。まあ、奴なら自分の死の噂を利用して即をこしらえるぐらいわけないがの。世が分身ならばそのようなくだらぬ策は取るまい。面白い。高中よ、この信長を案内せよ。死せる曹操に動かされる者ども見物ぞ。これは私あのボスおろし大将のステージです。はい、では次回またねー。